伊方原発再稼働を絶対に許さない、愛媛県庁前金曜行動6時になりましたので、それでは始めていきたいと思います。まあ、水不足ということで大変な状況だったんですけれど、今日の午後6時から20% ぐらい、10% って書いてあるので終わるまでは大丈夫じゃないかとは思うんですけれども、なぜ山中鹿之助のようにそういうこう大変な中でやるということに意義を感じている人がたくさん何人かいらっしゃるものですからそういう人がつい雨を降らすということはありますので、今日の衛星新聞にも出てましたけれども、9月の15日には、大井原発4号機が止まりまして、全原発が止まりますというふうに明確に書かれてありました。やはりこの9月からですね、秋そして来年にかけて、伊方原発の再稼働を絶対に阻止をして、全原発の再稼働を許さない廃炉に向けた、そういった戦いの、これから正念場になっていくと思います。皆さん今日も、声を合わせて一緒に頑張りましょう。それでは一番初めに、みんなで声を上げていきたいと思います。いきます、せーの、原発なくそう、原発なくそう、再稼働反対、再稼働反対、伊方原発今すぐ廃炉、伊方原発今すぐ廃炉、再稼働はさせないぞ、再稼働はさせないぞ、四電は再稼働の申請をやめろ、四電は再稼働の申請をやめろ、四電は申請を取り下ろせ、知事は再稼働を認めるな、知事は再稼働を認めるな、伊方原発今すぐ廃炉、再稼働はさせないぞ、再稼働はさせないぞ、原発なくそう、再稼働反対、大井原発今すぐ止めろ、大井原発今すぐ止めよう、大間原発建設やめろ、原発輸出をやめろ、原発輸出をやめろ、再稼働反対、原発なくそう、福島の子供を守ろ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 う、世界の子供を守ろう、世界の子供を守ろう、子供の未来を守ろう、子供の未来を守ろう、原発労働者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 を守ろう、原
発なくそう、原発なくそう、再稼働反対、再稼働反対、原発なくそう、原発なくそう、再稼働反対、再稼働反対、三方原発今すぐ廃炉、三方原発今すぐ廃炉、三方原発今すぐ廃炉、再稼働はさせないぞ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 、四電は再稼働の申請をやめろ、四電は再稼働の申請をやめろ、四電は再稼働の申請をやめろ、知事は再稼働を認めるな、知事は再稼働を認めるな、伊方原発今すぐ廃炉、伊方原発今すぐ廃炉、再稼働はさせないぞ、再稼働はさせないぞ、原発なくそう、再稼働反対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 、はい、ありがとうございます。先週はお盆でギャラリーが非常に少なかったのですが、その前が多かったから余計少なく感じたんかな。通勤帰り、通学帰りの皆さん、県庁で遅くまで働いている県庁の職員の皆さん、私たちは伊方原発の再稼働を絶対に許さずに、全原発の廃炉にするまで、ここでですね、この行動を続けていくということです。皆さん、ぜひ一緒に声を上げましょう。一緒に行動しましょう。先週は、来られてなかった方もいらっしゃるかと思うんですけど、ちょうど1年前に夏休みの期間を使って、群馬からお子さんを連れて保養に、避難ですね、一時保養避難に、愛媛に来られていた方が、1年ぶりにこの現場に来ていただいて、それでまあここで再会できるのは非常に僕も感動だったんですけれども、その時に福島の子供ももちろん守らなくちゃいけないけれども、その今の福島原発のレベルで言うならば、本当に日本中世界中の命がですね脅かされるようなそういう事態になっているんじゃないかということで、世界の子供を守ろうというのを、入れてくださいと言われましたので、それ入れるようにしたんですけれども、そういった感動的な再会もありまして、もちろん全原発がね廃炉に、なるということが一番いいわけですけれども、そうしていくためにも粘り強くですね、かついろんな出会いとか交流を大事にしながら、みんなでですね意気高く一緒に行動を続けていきたいなというふうに今思った次第です。はい、それではよかったらアピールの方お願いします。私もすぐ帰るんで、18月の11日から17日まで、また去年来られた福島の、子供さんを連れたご一家が我が家にセカンドハウスで、来られました。それで、今年はちょっと私たちのワイドプレゼンが来られたので来てこられたんですけど、それでいろいろお話を伺っているんですけど、その方は福島市のちょっと端っこの方の映ってらっしゃるんですけど、福島市はちょっと下の方の町に住んでらっしゃるんですけど、やっと0.1 ぐらいになってきたんですが、4歳の子供さんを連れて、月の半分は夫の実家の福島市、そして週末は山形にアパートを借りて、週末はアパートにその子供さんを連れて行くというのは本当に
ちゃんの性格なんですが、でも、もう、イライラしなくなったって言って、が、いらっしゃいましたけれど、これは本当、親子ともとも大変な子育てだなというのを、まあ、ご飯を食べながら、まあ、あんまり、せっかくここから解放されているときに、いろいろまた思い起こせるようなことを聞いてるなと思いながら、お聞きしたらそういう状態で、すごく大変だなというのを、去年よりもさらに思いました。それも、これは私たちの問題だからって言われるんでね、いやいや、あなたたちだけの問題ではない、それは私たちの問題でもあるのよって言って、なんかこう、もう、福島がちょっと特別なような感じに、思わされているというか、思わざるを得ない状況になっているなと思って、本当に夫婦ともども、その話を聞いて、心が痛みました。だから、まあ、それでもこの愛媛に来れるところがあると思うだけではありがたいということだったんで、まあ、できる限り、その、セカンドハウスとして、受け入れるっていうことを私たちもやっていかなきゃいけないねとは話したんですけれど、これがやっぱり福島の実態だと思う、と思って、でね、もう一つ聞いたのが、給食のご飯がもう、地産地消で、福島さんのお米になったんですよ、学校そして、子供が、お水とか牛乳がつないんですよね。だから、水筒を持っていたんですよ。そしたら先生がそのついて、じゃあ、これね、何をあげてきたんだって言ってね、そのお客さんが決まったらしいですよ。もう、本当になんかね、こういうことがそうじゃない。やらなくていけなくて、一方ではそれでもいいんじゃないかっていうもんだから、それを言うとお母さんがまた僕の何か旅になっているというふうにも取られてない状況で、水筒にお水持っていったぐらいでそんな大事になるのかと思って、こちらではみんな持っていきますよね、お茶入れてね、逆に持たせていかんかったら熱中症で大変で生水はいかんよねって言うんで、逆に飲ませてるのに、向こうでは水道の水が飲めないんだという状況になってるというね、本当になんかいびつな状況になってるというのも、いろいろその話を聞いたので、まあ、そのことは伝えなくちゃいけないし、福島を特別扱いのところにしてはいけないっていうことをすごく実感しました。でもこれはこれまでの広島や長崎もそのようになったんだろうなと思いつつですね、やっぱり皆さんとシェアしたいなと思って参りました。ちょっと答えてごめんなさい、失礼します。はい、はい、はい、どうもです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。よかったら、稽古です。はい、お願いします。どうも、選手の話が出たんで、選手いらっしゃらなかったかと思うんで、ちょっとご報告しますと、徳島のいわきで、平野さんと男だよ。平野さんがよく言われてた。松山出身で福島県のいわきで勉強してる竹内優馬さんですけど、非常に頑張ってるんですが、19時までおるので、よかったらどうか明日か明後日じゃあどうの飲めないかいろいろ話をしたんですが、彼にもいろいろまだ今日勉強してないから人間立ってないらしいんで、あれですけど、よく勉強してるしですけども、まあそういう状況ですから弁護士事情によりますから、外の関係とかでいろいろ悩んだりすることもあるんですけど、非常にね、感じのいい交際面で、また帰ってきたら来るからって、彼もいわけなので頑張ってますん で、まあ、お互いが頑張りましょうということで別れたんですが、非常に有意義だったんですということで、で僕の状況はちょっとこの前ちらっと言ったんですけど、変な電話を超えたこんなところはやめないかもって、やめて。オートプーか、友達がクリーニングが手伝うんですが、もう立ち作業でね、中がサウナ状態で暑いので、これでもまだ持っとるんだけど、とりあえず足が棒みたいになっておりますが、まあ、なんとか歩きますんで、ここは毎週来るようにしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
え、よかったらお願いします。すいません、ちょっと8月の20日の朝日新聞デジタル版というやつをちょっと持ってきたんですけども、福島県がですね、20日に、東京電力の福島原発事故の時に18歳以下だった子どものうち、44人に甲状腺がんやその疑いがあると診断されたというふうに発表をしております。で、これは累計ではこれまでに、20万人弱ですね、19万3000人の、18歳未満のいわゆる、児童を検査したところ、がんが、18人が明確に甲状腺がんであり、それから25人ががんの疑いがあるというふうに、診断されたと。この44人は、原発の時は6歳から18歳だったというふうに書いてあるんですけど、この結果に関して、県はこのように言っております。事故以前からできていたと考えられると、おそらく原発の影響はないだろうと、ではないというふうに、おそらくじゃなくて、事故以前からできていたと考えられるというふうに、一言で、切り捨てて、全く原発とは影響はないというふうに言っております。で、甲状腺が前も話したんですけど、これ大人のがんというふうに言われてまして、大体その18歳以下 の、 いわゆる児童がかかる確率というのは、今もうちょっと下がっているというふうに言われているんですけども、100万人に1人というふうにずっと言われてきたような病気なんですよね。それが20万人を検査して、18人が、明確にがんで、40人ががんかその疑いがあるという、つまり1万人に1人、あるいは5000人に1人ぐらいの、レベルでこういう甲状腺がんが発生しているという大変な状況がですね、今福島で進行しているということなんです。で、何よりもこの県のですね、言っている事故以前からできていたと考えられるという分析などというのは本当に許しがたいものでありまして、これは国家によるですね、自治体による、大量殺人そのものであるというふうに私は思います。もちろん原発の放射線の被害というのは福島だけにとどまっているものではありませんけれども、もう一番直接激しい被害を受けているところに、子供を、帰れだとか、育ち続けるということをやりながら、病気になってもそれは原発とは関係ありませんよと、死んでもおそらく直接の因果関係はありませんというふうに言うに決まっているんです。で、こういう連中をね、本当絶対に許してはならないと思いますし、先ほどの話はありましたけれども、個人的な努力だとか、いろんなボランティア、NGO なんかの協力でもって、いろいろと、本来はその国がやるべき、放射能からで、集団疎開と、そういうものを一切やらずに、そういうことを民間、ボランティアなんかの力で、やってるわけですけれども、こういうことを、全力で推進しながら、何よりもこの、事態をですね、本当直視して、何としても、福島の子どもたち、福島の人たちを、命を救おうという思いでですね、今この報告を、させてもらっております。非常に、衝撃的な事実、これもっともっとひどくなっていくのは、間違いないと思います。はい。で、私たちは残念ながらこの事実から絶対に目を背けるわけにはいかないし、これを直視してですね、もっともっと問題にしていかないといけないと思っています。なぜならば福島が元に戻っている、特に問題がないんだっていうのが彼らの言い分ですから、そうじゃないんだということを何としてもね、言い続けて問題にし続けていかなくてはならないというふうに、改めて決意をいたしました。以上です。はい。どうぞよかったらお願いします。
皆さんこんにちは。すいません、ちょっと私も6時帰らないといけないので本当に暑い日が続いてますけど、原発なくても電気は足りています。ですからもう原発に頼るのはやめてほしいと思います。今日 の愛媛新聞にも、ね、自然再生エネルギーの発電施設 の全体の量が伊方原発3号機の量を上回った、まあ、そういう記事もありました。で、まあ、まだまだこれから活用は2割ぐらいでしたかね。だから、まあ、まだまだこれから活用もできるわけですから、いよいよ本当に原発なくてもやっていける四国になってるんじゃないかなと思います。で、私ちょっと福岡に実家があるので帰省をしてきました。で、九州では玄海原発、仙台原発2つ再稼働を目指している原発があります。で、今度11月10日に全九州で、大きな集会を持つということを相談している集会にたまたま見かけましたので担当してきました。で、九州で一番大きな集会はこれまで1万5000人が参加する集会っていうのが2012年3月に行われたそうなんですけど、その集会、今度の集会ではそれを上回ってぜひ2万人規模で、九州だけじゃなくて沖縄には東北からたくさん避難されて暮らしている方もいらっしゃいますから、九州沖縄でたくさん人を集めて再稼働を許さない行動をしようというふうに熱く語っておられました。で、この四国でも伊方原発を止める会の皆さんが12月ぐらいに大きな集会を予定されているように聞いていますので、本当にその集会も本当に何千人、まあ、九州に来て今何本集められるかってちょっと分かりませんけど、本当に大きな集会にして再稼働に反対している人はそれだけいるんだということを示せるように私も頑張りたいと思います。一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。最初に申し忘れましたが、毎週金曜、今も流してもらってますけれども、小官邸、国会、経産省前、そして全国のあらゆるところでですね、原発の再稼働に反対をするという行動が一斉に行われています。私たちはその人たちと一緒になって、今日この報道をやっております。よかったらぜひお願いいたします。危ない、危ない。皆さんこんばんは。こんばんは。昨日話したんですけど、ドライになってきましたけれども、頑張っていきたいと思います。今日はちょっと仕事で車に乗ってラジオを聴けたら、あ、いい歌が流れてきたので一曲また落としやろうかいなと思あなたがいつか話してくれた岬を僕は訪ねてきた。二人で行くと約束したが、今ではそれも叶
叶わないこと、岬巡りのバスは走る、窓に広がる青い海よ、悲しみ深く胸に沈めたら、この旅終えて街に帰ろう。ありがとうございました。岬巡りという曲が流れてきました、ラジオから。絶対に守る、この佐田岬を守る、そしてこの瀬戸内海を守る、この決意を新たにその歌を聴きながらしました。どうしても守らなくちゃいけないというふうに思います。で、まあ、今竹井先生の報告をはじめ、あの福島の現状がお話に出てきましたけれども、本当に今大変な状況になっているというふうに思わざるを得ません。私たち愛媛県民がですね、しっかりそのことに心をしっかりそこへ持っていってですね、一緒に歩みを進めていく、そのことが今一番大事な時だというふうに思っております。ぜひ交通工事の皆さん、それから県庁で働く皆さん、行動しましょう。もう今しかありません。本当に大切な時だと思います。ぜひ一緒に行動をしていただきたいとお願いをまず申し上げたいと思います。で、まあ、福島第一原発の、まあ、こタンクから今度は水漏れが、汚染水が漏れて大変な状況になっていますけども、おそらく僕はあの福島の今の状況がですね、もうとにかく人間、我々がそのパニック状態の中で対応できるその限界をもうはるかにもう超えてしまってるんじゃないかというふうに思わざるを得ません。もう人間がですね、もうとにかく対応できない、本当にもうここに一点に集中しなくちゃいけない、そんな時が来ているというふうに今思います。もうとにかくもう再稼働とか新設とか言いつつ、そんなことはもう言っちゃいけない。安倍さん、本当にやめてください。本当に心からお願いをしたい。まあ、ここで叫んでも届かないんですけども、愛媛県民の皆さん一緒になってそのことをですね、首相官邸に向けてですね、発信をしていきましょう。でないと本当に大変なことになっていくと思います。私たちが今政策を固めてできることはですね、福島第一原発の事故の収束、このことにみんなが力を合わせましょう。気持ちを一つにしてそっちに向いていきましょう。そのことをまずもってお願いをしたい。全部東京の皆さん、それから県庁で働く皆さん、共に歩みを進めていきましょう。よろしくお願いします。それからまあ、ちょっとまたオスプレイのお話でですね、まあ、ぜひ僕は県庁の若い職員の皆さんにもね、お願いをしたいんですけども、オスプレイがこの間沖縄に配備をされました。これが13日の新聞なんですけども、12日に、沖縄に、沖天満にオスプレイが配備された時に、その野崎ゲート前、その基地のゲート前で警察官とその地元の反対派の方が小競り合いになったと。その時にですね、その反対派の方が若い警察官、まあ、その若い警察官と何か言ったんじゃないんでしょうけども、警察に向かってですね、警察は誰を守っているんだということを言ったらしいですね。で、その言葉にですね、まあ、これはね、期待したいです。目に涙を浮かべてうつむく若い警察官がいたということが愛媛県の愛媛新聞に13日に報じられました。そうなんですよ、一体誰を守ってるんだということなんですよ。安倍さん、国民の意見をしっかり聞いてください。そしたらね、こんな無駄なことしなくていいんです。同じ日本人と日本人の間でですね、余計な溝を作らなくてもいいんです。今一つになって安全で安心の方向へ行くべき時だと思います。あなたがですね、間違ったなんか国民の声を聞かないかばっかりにこんなことがいっぱい起こってしまってる。で、このことをね、やっぱり今、県庁の職員さんも警察官も学校の先生もそうです。公務員さん、ぜひですね、立場をですね、まあ、なんか、中間的な立ち位置に立とうと立とうとされますけども、ぜひ意思表示をしていただきたい。本当に賛成なんですか？それでいいんですか？気がついたら僕はなんか招集令状来ててもそれでいいんですか？そんな時に来てると思いますね。
一緒に、考えて行動しましょう、一緒に話し合っていきましょうよ。若い力がですね、あなたたちがこの愛媛の未来を、そして日本の未来を決めていくんです。もう中間的な大人なんかこう、なんかスマートに立っているのはやめましょう。動きましょう。動いてください。そのことが私の願いです。そしてみんなで一緒に安全安心、そちらの方向へまず行きましょう。お前たちは誰を守っているんだ。この声にですね、ちょっとしっかり、ごめんなさい、実は県警にもちょっと行ってきたんですけど、あらかじめなんか暴れん坊の僕が県政権から愛媛県警にそのことを言いに行くと思うと、ちょっと不思議な気もしたんですけど、一回中ってきました。でもまあ、警察はおそらく今の国家権力に、まあね、無茶なことを対抗するやつは多分絶対捕まえるでしょうから、でもそれもね、なんか間違ってるような気がします。本当、一生懸命ここで議論して、確かな方向へまず行きましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとなんか雲行きがいきなり怪しくなってきましたので、アメフト用意をされてきてください。失礼しました、体調のことなんですけども、前から言うように体調が悪い時は休んでもよい、体調の良い時は来てもよいと、理由がなかったら休んだらいかんと、こういう話ではないので、この辺は軽く考えております。雨ですけども、平田さんは雨が降ることは随分気になるけども、各所の私はですね、お待ちかねです。土砂降りでドロドロになりながら工場に入っても本日は別に構いません。じゃあ、期待するほど降るかどうか、これがむしろ心配です。ですね、それで申し上げたいことなんですけども、ま、福島の問題をね、やっぱりもっと見据えんといかんということを考えております。マスコミはなんとなく福島が前進しとるという言い方をずっとしてきましたけども、事実は全然そうではないということがこのところ分かったじゃないですか。地下水の問題が、にわかに盛んに言われるようになりましたが、これが参議院選直後からだということも象徴的でしょう。実は地下水は、3.11 の事故後の常にずっと続いておるんですね。当然でありまして巨大な地下水脈があって、それが海に流れておる大量の地下水があるというような意味だったらね、原発を作る前の段階で、既にそれに対する対策を取って、そしてその地下水をそれこそ彼らなりの有効利用をしておったんですね。ところがそういうことをしないで 3.11 号のやつは、どうも放射能で汚れておると、だからうっかり流せれない、そこでタンク痛めたり、土手を作ったりいろんなことを言うとるけども、根本的な対策はできておりませんね。そしてここに来て、その事実を正式に認めるようになりました。ということは一種の開き直りでしょう。こういう問題があってどうにもならんと、いうことの一応じゃないでしょうか。その他福島の人の発言、福島の人の行動なんかの中で見てもですね、結局政府や東電というのは福島対策は何にもしていない、何一つしていない、大学に言いながらこの部分だけはきちんと進んでおりますというのはそんなとこを表せんでね、モードとしてそのうち変えます
そのうち帰れた時には全てが良くなります。こういうのを前提にしてことを進めておりますけども、ところが一部の地域に対しては本当のところ帰れるんでしょうか。いうふうに聞いたら政治家も役人もですね、多分無理でしょうね、というようなところがこの国前からあるんですね。それだったらそれで、そういうところの対策は他の地域と別の対策を立ててね、できれば、その地域のモデル的な対策というのものを示しても全然価値は当たらないはずですね。それをしないでですね、状況が良くなったはずなんだけど、実はあんまり良くなっていない。何か言うようなありまんかなと、こう、対策が必要ですね。最新のデータによると、東京電力という会社は、もうすでに、経営破綻しておるんですよね。経営破綻して、3つの先ほどいかん会社になっておるんですよ。なのに、コンディションで、それを政治的には認めない。ということは、どういうことになるかと言いますと、経営破綻を認めた会社が存続できないということを認めたわけですから、株主の株権は全部紙切れになります。株式の出資額は全部なかったと同じことになります。これは約束済みなんですね。資本主義の社会では、出資額相当分は株主が、出資額相当分は、損をするというのが株主の原則なんです。なんぼ財産があっても出資額、つまり株券の額面に買い取る以上の損害賠償を求められることはないというのが資本主義の原則です。ですから、株券の表面に行ったら、たぶん、一番安いやつは50円でしょう。そんなのを放棄して積むことなんですよね。これが一つ。それから、東京電力とたくさんの銀行などが融資をしていますが、この破綻を認めますと、その融資した金を、貸した者の責任ということになって、全部ウッパーになってしまいます。何億円貸し取ってもこれはなかったことになってしまいます。ところが銀行なんかから言うとですね、やっぱり損だよね。できたら何とかしたいと。そういう声を政府が代表しておるわけですけども、また認めない。東京電力がちゃんと生きておるんだというふうに言っておしております。そうすると、銀行はですね、東京電力に対して、貸しておる金を返せというふうに言いますし、東京電力はすみません、当座これこれのお金を返しますと言ってですね、東京電力に国民の金から融資しとる金を銀行へ一生懸命返しておるんです。こんなふざけたことを繰り返しながら、一方で消費税ロッキーなんかが起こっておるわけですから、これは世の中マジをするから上じゃないんでしょうかね、話にならんでしょ。そういうふうに見てみたらね、再稼働なんてあんた、だから話再稼働なんてするのがいいって、当面が新潟の柏崎も再稼働したいなんて何も言うとんですかという話なんだけどね、そういう本来ありえないストーリーをマスコミと組んで組み立てておるのが必要です。皆さん、これはね、やっぱり企業にここへ出てくるのは厳しい、確かに厳しいけども、ここで、ちょっと辛抱してくらいな話じゃなくても、もう話にならんことが日常的に行われておるというふうに考えるべきですね、と思います。東京電力の福島第一原子力発電所の現状ということから考えても、再稼働なんかいう論理はありえないんだということをとりあえず整理して、お聞きしますが、
なんと雨というのは素晴らしいね、気持ちがいいじゃないですか。見てみようかな。はい、以上です。あの久しぶりの雨で本当にありがたいですけど、楽器が濡れるのだけがちょっと辛いというですね。今ちょっとあの東電の、あの話がありましたが、私もちょっとその辺あの非常に同じように思うことがありまして、あのちょうど1年前にあの確か1兆円の資金注入をして、東電はあの実質国有化、実質国有化と、実際には国有化じゃないんだというふうにしました。で、あの日本航空の財政の時には、確かあの日本航空にお金を貸している会社が、あの資金をですね、あのいわゆるその何ですか、あのもうあの何て言うの、何て言うの、債権放棄したんですよね。だけど東電の場合は1兆円あの導入した上で国有化じゃないと、だからあの債権は放棄しないということで、今、銀行などから4兆円のですね借金を抱えたまま、その利子を返しながら今東電はやっているという状況で、もちろんそこにも税金が投入されているわけですけども、でこの間この言われていることというのは、どうもそのためにあの徹底的なコストを、ね、あの削減すると、そのことが問題になっているというふうに言っています。つまりどういうことかというと、あの原発 の、 あの福島第一原発のあの作業だとか、あるいは排水漏れだとかいうことに対する対応についても、結局その財政を返すためのコスト確保ということが一番優先されるんだと。だからなんかああいうデタラメなあの溶接も何もしないようなタンクを作ったり、そのネズミの一撃で電源が止まるようなそういう施設を作ったりして、とにかくその真剣にですね、原発の事故を収束させるっていうことにお金を使うんじゃなくて、ここに至っても債権者に借金を返すために、とにかく労働者を安く使って、それであの適当な設備でとにかくその足取りでごまかしていくというやり方を、まあ、やり続けているっていうことの中で、今の、事態っていうのはね、あの露見とうとう隠せなくなって露見したということだと思っています。ですからそのそういう意味で言ったら、あの銀行なんかのハゲタカ連中がですね、国民の税金に、群がって、で東電を食い物にして、かつその東電を生きながらえさせながら事故を拡大させているっていうのが今の現状の構図ではないかなというふうに、まあ、思います。はい、これはあのあの一応あのなんとか小田なんとかさんというかあの人の、まあ、受け売りなんですけれども、どうもそういう経緯があるということが非常によくわかりました。で日光の場合はご存知のように、最終的に150人の人をあの解雇して、整理解雇までやって再建するというふうにしたわけですけれども、東電の場合はそういうことは一切しないということの中でですね、その利権体質というのも、引き継がれていると、そのことがますます事故の混乱にですね、拍車をかけているのではないかと。ということで、その辺もまた問題にしていかなくてはいけないなというふうに思います。以上です。はい。それでは雨の中大変ですけれども、雨に負けないように気合を入れて声を出していきましょう。よろしくお願いします。いきます。せーの。原発落走。原発落走。原発落走。再稼働反対。再稼働反対。一方原発今すぐ廃炉。一方原発今すぐ廃炉。再稼働はさせないぞ。再稼働はさせないぞ。4線は再稼働の申請をやめろ。4線は再稼働の申請をやめろ。4線は申請を取り下ろせ。4線は申請を取り下ろせ。
再稼働を認めるな。知事は再稼働を認めるな。知事は再稼働を認めるな。知事は再稼働を認めるな。伊方原発今すぐ廃炉。伊方原発今すぐ廃炉。伊方原発を廃炉にしよう。伊方原発を廃炉にしよう。再稼働反対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 。原発なくそう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 。再稼働反対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 。はい、ありがとうございます。雨が降り始めてから多くの方が駆けつけていただいたことに心に感謝をしております。いやー、とても嬉しいなということで、はい。よかったらぜひプレゼントしていただいたらと思うんですが。はい、お願いします。はい、どうだろう。どうもすいませんね。ちょっと遅れてきたおかげで、車をしてこっち向いて走行できたら雨が降り始めたので、引き返して傘を取ってきました。すいません。実は先ほど金融コードのお話、なかなか難しいということをおっしゃってた方がいらっしゃいましたが、お恥ずかしいんですけど、僕もうっかり忘れてましてね、実は。ちょっと別なことを言われてたら、お父さん今日はいかんの、何日や、お父さん金曜日が終わり、あーって思ってるし、つまり声をかけると、今日は彼女はしんどいんでね、体が疲れてるんで、私が代表をして、行けと言われまして、代表していただきまして。何の話をしようかなと思ったんですが、まずは傘の終わりからです。本当すいませんね。遅れてます。ところで、すでに、もう放送でご存知だと思いますが、今週の火曜日でしたかね、20日の日、伊方原発の事故を差し止め訴訟の大損失訴訟を起こしました。皆さん方のご支援をいただきまして、幸いにも、380名の原告が集まりました。第1次で300名、第2次が320名、第3次で380名ということで、1年取り組んで2名の皆さんが健康をやってまいりました。皆さんありがとうございました。現職の組合員さんにもご協力いただいてありがとうございました。たくさん健康をさせていただきました。実は本当は7月末日にですね、鮮明達成の期限だったんですが、とてもじゃないけど、101回いかんかぐらいの食事でした。選挙区とかいろんな催しがあったんで、遅れたんだと思うんですが、8月15日まで締め切りを逃しまして、いろいろ皆さん方にご協力いただきました。すでに皆さんもご承知の通り、著名人でいればですね、早坂明さんとか、世界中を片山では、東大さんが、それから、それからいらっしゃったから、いろんな方がいらっしゃいました。よく知ってますね。まだもう一人いらっしゃったでしょ。宇都宮健さん。ということで、皆さんご承知の方々のご協力いただいて、第3次募集を成功させることができました。ありがとうございます。これからもですね、裁判だけではありません。金融行動も含めて、いろんな形で、原発を活動していると思います。先ほど来、汚染水の話も出ていますが、本当メールにつけてもですね、怒りを禁じ得ない事態ですよね。もう2011年3月直後からですね、小池先生はじめいろんな方が地下水の汚染について触れられて、殺意撃を設けるべきだという提案を受け入れました。参加者に乗せて移動して、新潟会話で処理をすべきだという提案をしておられました。そんなことは素人の私でも知っているわけです。それを全くやろうとしない、ほっこりデタラメですね。デタラメで勝つ無能力ということですよ、彼らの無能力。しかも東京電力はどうしても、いくつかある原発電力会社の中で最も優秀だと言われているんですよ、ある企業が。
四国電力はこの処理場のマスクは及ばないわけですから、万が一言い方で事故が起これば、もっともっと悲惨なことになると思います。ぜひともそういう事態をさせないために、再稼働させずに取り下ろせと言った方がいらっしゃったけど、大体取り下げろですね。取り下げろですかね。取り下げろですね、普通はね。取り下げてもらって、再稼働せずに廃炉に持っていきたいなと思ってます。皆さん、共に頑張っていきましょう、これからも。はい、どうも。はい、ありがとうございます。はい、的確なご指摘ありがとうございます。皆さんの声を反映させていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よかったら、お花さんぜひお願いします。無理してたら絶対来いよ。無理してせんでいいですから、大丈夫です。ご苦労様です。どうも。今も話がありましたけど、タンクの周りの溝とかですね、バルブというか線とか見よったら、最初から分かっとったとしか思えんと思うんです。もう事故が起こってからはもちろんだと思うんですけど、この放射能が外に漏れるということは最初からないと、もうそれだけが原発を作ってきた人が、原発が安全だとか成り立つとか言ってきたことの根拠はもうそれしかなかったと。放射能は外に漏れないというふうなことで、本来のところは隠しながら今までやってきたのが今の姿やと思います。で、今その安全基準といったものとかと思います。実際にその通常と言われている運転の中でも膨大な人が本当に、自爆は免れない、そういう業務があって今の原発は、今止まって、覗いて止まっていますけれども、動かされてきた。でそのこと自体を今まで私たちも同じ働く仲間として本当に入れてこれてなかったところがあるのではないかと思います。実際に今もその本当に大変な状況の中でですね、東京電力の幹部はそのマスコミの前で説明をするような立場で今、立場に立って、いますけれども、その後ろでですね、相当のたくさんの人がなんとか拡散を食い止めようということで頑張っている人らがいて、でさっきもあったけど、その人たちが本当に安全の保障もないような状況の中で、何十もの仕掛け構造の中で使われているというふうなことが今の実態やと思います。今日の記事で写真ですよね、この写真が世に出るっていうことが本当に大きな意味を持っているというふうなことやと思いますけど、原子力発電の実態はいくら世界最高の安全とかいうことを言ってみてもですね、現場の人が汚染を免れない状況で、本当に体を命を縮めながら働いて支えるという表現はどうかと思いますけども、そういう実態なしには原子力発電というのはありえないということが、もう本当の原子力発電の実態だったやと思います。もうこういうのはですね、これだけ多くの犠牲があって今の現実になっているわけですから、もう絶対ここでやめるしかない、絶対やめるしかないと思います。もうとにかくまずは止めるということです。今動いているのを止める、そして再稼働はさせない、新しいものは作らない、これを続けることにどれだけその人々の生活が豊かになるかって
豊かになることはもうありえないと思います。作れば作るほどそこに関わる人は増えていくわけです。動かせば動かすだけそこで被爆をする人は増えていくと、これはもう間違いない事実だ。これは絶対誰も否定はできない。もうここで発電、原子力発電はやめる、もちろん核兵器も全部、はい、やめると。であとはもうとにかく外に漏れないように大地にのけとくしかないというふうに思います。何万年かかるか分かりませんが、もともと外に出てきてなかったものを掘り出してですね、わざわざ放射能が外に出るような状況を作った責任っていうのは、もうこれは人間が責任とって、それをこれ以上外に出さないというふうにしていくしかないと思います。放射能が減るのは何万年かかるかわからんですけど、もう半減期を何回も繰り返して減っていくと、それしか減らす手段はないわけですから、もうこれ以上新たな放射能廃棄物を生むっていうことを絶対させないと。この点でさっきもありましたけど、もう日本中で世界中でみんなの人はその方向だったら一致するはずです。みんなの力で再稼働を阻止して、原発は全て廃炉にして、核兵器も全てなくしていきましょう。頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。よかったら、どなたかお願いします。歌でも結構だ。今日は楽器がもう使えないので。ところどころで言わせるって、また言いたくなるんですけども。でね、東京電力の幹部というのはどうなったのか言ったら、これが最近の資料にあってびっくりしたんですけども、当時のトップ10の7番目ぐらいまでがね、家族とともに海外生活をしておるんです。それも逃げ出しとんじゃなくて、何々事業団の名誉総裁というような地位を得てね、我々が考えたら国民とも困らないような金は得た状態で外国で暮らしよう、ちもじもは放射能で騒ぎようかのうぐらいの生活をしておると、こういうことをね、気にしておるというのは、これはまあ巡ったらね、福島の問題はないはずですよね。消費税の問題が出てきたり、なんだ、結婚もできないような安い給料しかもらえない状態で飛びつかれている若い人たち、こういうのが続く状態と非常に、一致した現状だと思うんですね。だから世の中を本当に見極めて根っこから変えていかないかということをつくづく何回も思うわけですけどもね。角度はだいぶ違いますけども、皆さんエジプトの事態をどのように見ておられますか。日本のマスコミが悪いいうのはだいぶ悪口を言うたんだけど、本当にひどいですね。武装デモ隊が、政府の機関などを襲撃することによって犠牲が出ている、こういう描き方をしてないですか、まあね、ところが事実は全然違うでしょう。エジプトでは史上初めて国民の選挙によってモルシという人が大統領に選ばれたんですね。ところがもう一度だけ具合が悪いというんで、軍隊がこの人を捕まえて現在行方不明です。そして、それに対して抗議するデモ隊に対して、暫定政府というとおりますけれども、文句なしに軍事政権がですね、武力弾圧を加えておるのが、エジプトの状況なんです。
これは国民一人一人から見たら本当に悔しいことやと思います。自分らが一生懸命、革命やったよね。その前の村枠というのはもともとは国民の味方だったはずだけども、軍隊の地位を利用して独裁者になって、そして、国民の権利なんかをしたい放題に抑圧したのでしょ。で、それに対してやっと、あれ何だったかな、アフリカなんかと連動した革命の果てに新しい政府を作り、大統領を選んだ。ところがそれを生き物やつが国に乱入って武力で取り上げてしまったんですね。それならそれで事実を伝えるのに、日本のマスコミは先ほども言いましたように、武装デモ、武装、集団というような言い方でですね、反政府行動をしている、人たちを非難する、そういう状況なんですね。で、反政府と言いますが、先ほど言いましたように、現在政権を握っとるという連中は武力でクーデターを起こして、政権を握った連中です。だから現在の国際的なルールで言うと全然根拠がないんですね。ところが根拠がないと言わない理由は、裏にアメリカがおるからです。アメリカは、クーデターによって生まれた政権には支援をしないという約束になっています。アメリカ国内のルールでね。そうするとこれをクーデターと呼ぶと具合が悪いんで、クーデターではない、クーデターではない、こういう言い方で、擁護しておる。さて何しとるかというとね、これは隣のイスラエルが窮地に陥ることを防ぐ、そのためにイスラムの国々の権利を抑えていくという方向でやっておるんですね。ご存知でしょう、シリアで長い間内戦が続きました。非常に不思議に思ったんですね。デモ隊がね、反政府デモ隊がロケットを持ったりね、デモ隊で、戦争ができるというのは常識的に起こりうることですか。これはどこか強力な国が裏から支援しなかったらね、そんなことできんですよ。私たちにもし、台風が与えられる、戦車が与えられるんだったら、気分によったら官邸行ってね、小泉、ぶち違いました誰やら言う人をと名前でね、正座して謝罪させると、こういうことをしますよ。それができんのが常識です。ところがシリアでは反政府軍という軍隊が公然と戦争をやってますね。同じことがイラクでも行われたんだそうです。イラクでシリアで、そしてエジプトでイスラムの国々の主張を抑え切ってイスラエルを守る、これがアメリカの方針なんだそうですが、アメリカがそういう方針を取ることがおかしいとは思うけども、それ以上は言いませんが、日本のマスコミがね、そのことを正確に伝えんというのは、これは本当に不当なことじゃないんでしょうかね。新聞にお金払っとるのに嘘の情報を書いよるとしたら、これはもう漫画もいいとこですよね。すみません、ゆっくり話になりました。誰が言うたか知らんけど、いよいよ出たら話は難しいという話ですから、あの難しい話じゃないからそうですが、失礼しますか。あのね、雨が降って言うほどじゃねえか。次の懸念はね、そうでは一滴も降ってないなんかいうことがありうるんですね。まあ、土砂降りかもしれんけども、これ、早く帰ってみたいなと思うと思います。はい。はい、ありがとうございます。よかったらじゃあ、どなたでも結構です。お願いします。はい。どうですか、よかったら、せっかくなんで。軽く立ち会いましょう。軽く、はい。あ、なんだ。はい。お疲れ様です。
こんばんは。すいません、お邪魔します。今日は海に行って、ふわりっていうところに行ってきました。はい。私とにかく雇用と放射能っていうことをいろんな人に話してるんですけれども、昨日と今日と行きまで、昨日たまたま隣にいたお父さんと息子さんがいて、息子がすごくよく、息子がすごくよく遊んでくれてですね、でそこに他の2家族も入って、遊んでたんですけれども、たまたまですね、いろいろ時間を持ってくれたり、お世話をしてくれたので、すいませんね、うちお父さんが来てなくて、実はこういうことで放射能の保養で来たんですって言ったら、一人の方は、実家はこちらで、埼玉から避難してきた方だったんですね。4人のお父さん、お母さんで、再び原発について、話してきました。今日も、昨日のお父さんとお父さんがいらっしゃいまして、なんで、あの時いいからなんだって話で、この早川バックバックを持ってきて、時にあたりも続きになっているんだということを話して、クラスターで、今日もカラスを取るのに、隣の人が過ごしてくれたんですけど、その人は何か的なお世話なんての雇用プロジェクトをやってる、娘さんと同僚の方だったんですね。私今その阿部子さんのやってるアパートに来ました。偶然と。そう、本当にね、偶然とかで、やっぱり、毎週毎週こうして、集まっているように、私は諦めずに一人一人の人にですね、放射能汚染の中に住むってどんなことかっていうのをですね、話していかなければいけないなって、いい出会いがね、そうするとやっぱいい出会いがあって、たくさんたくさん流れるんだなって、すごく思いました。27日にはですね、もう愛媛を出てですね、今度は尾道の雇用に行ってきますっていうか、それで父に帰るんですけれども、私は恥ずかしがり屋ではないので、いろんな人にこう話していくことを伝えるためにも雇用をしていきたいと思います。で、今日そのお父さんと一緒のいた男の子にそのなんでそこに来たかという話をして、一応松山村が伊方原発は遠いから大爆発しても大丈夫だって話したんですね。で、福島の原発が爆発してるって知ってるって言ったら知ってると言われまして、そうですね、うちは100キロぐらい離れてるんだよ、でここは柏っていうところでもう何百キロも離れてるんだよって説明して、放射能が降るとどうなるの、今で遊んでる海とかでも遊べなくなっちゃうし、その海にいるお魚も食べられなくなっちゃうんだよって説明して、娘と同い年だったんですけれども、ね、カズマ君が大きくなる頃には原発全部なくさなきゃいけないねって約束して帰ってきました。大人たちで頑張りたいと思います。愛媛また来年も冬の時お世話になってここに来させていただきたいと思います。ありがとうございました。愛媛伊方の再稼働反対は本当に全国の問題だと思っておりますので、栃木に行っても叫んでいます。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。はい、どうも。自転車気をつけて。あ、自転車来たよ。気をつけて。はい、どうもありがとうございました。毎週必ずここで原発が全部なくなるまでやり続けようということを
まあ、改めて、まあ、今決意をしたところです。よかったらお願いします。お疲れ様です。もう少し雨がいつもいいですね。この後ね、終わったら来ないから、どうもお疲れ様でした。福島のこともそうなんですけど、天の小指が1926年に落下したのは、これから1年経ちまして、石の棺桶、石棺が、壊れかかって、墓地の方が漏れるということで、今その上にさらにその大きな方位をですね作っている建設中なんです。これが100年か200年かのその墓地という計算で作っているわけですね。でその後中にあるその国立墓というふうに言ってます。でチェルノブイリの場合はその溶けた燃料棒が危ないよ、危ない、象の足と言われる、この間の新聞にこう写真が出てました。確かにあの象の足の先の方みたいな、まあ、形で、何トンかこう固まって落ちてて、でそこにはあの近寄れないような高い放射線が、まあ、出てるということですよね。でこれがその100年単位の話ですよね、長くて。で福島のこの間その漏れてたタンクは、彼らの言うにも言うんでも5年、一応5年という対応でというふうに言ってます。ゴムのパッキンが特にその表にあるわけですね、何のその多いのないのが長くが対応することになるわけだから、彼らの計算よりもどん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 やっぱ劣化が進むというふうに思います。出てもできるだけ内緒にする、見に垂れ流しても内緒にするという形で、一旦人の溶けた燃料棒が収束にどうなっていくかもわからない状態で、この先その何ですかね、あの再び燃料棒が。こういって、はい、になるようなそういうこう事態があるかもわからんわけですので、ね、僕らはまあその生かされないから実際にはそのそういうこう可能性なんかも含めて、で彼らはそうした場合にどうやってその隠蔽先延ばしするのかというようなことを、ね、やっぱ考えてるんだというふうに思うんです。これまでのその事故後のこともね、事故の前のことも、これはもう本当にその信用できない、皆さんおっしゃってるように、で彼らにもやも一国体ともその任せることはできない、原発を任せることはできないというふうに思います。それはもう四国電力の原発も一緒 でこういうその民間の儲け優先の会社に できるだけその安いその利用で汚染水を貯めるというこういうやり方をもう根本的に改めて本当にこう命を優先してやると、今もその漏れる放射能のおかげで子どもたちや直接的には漁民ですね、その危険操業を取りやめるというふうになってますけど、本当にこう生活を破壊し命を奪うようなこういうやり方をみんなの力で本当に一日も早く廃炉にしていきましょう。はい、ありがとうございます。なんか、カットしてみよう。赤傘が落ちた、赤じゃあそれから
だよね、この間歌って後に歌ったね。アンパンマンのだけじゃあ歌ったんやな。歌う人だけ。それじゃあせっかくこの間の途中だったんですけど、今日楽器がないんで残念ですけど、アンパンマンのマーチを、歌いたいと思いますので、ブロー声で結構ですので一緒に歌ってください。そう、高いな。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。たとえ胸の傷が痛んでも、何のために生まれて、何をしようとか、答えられないなんて、そうなの。いや、歌を聞くことで、熱い心乗れるなら、君は行くんだ、微笑んで。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。たとえ胸の傷が痛んでも、ああ、アンパンマン、優しい君は、いけ、みんなの夢守るため。なんだ君の幸せ、何をして喜ぶ、わからないまま終わる、そんなのは嫌だ、忘れないで夢をこぼさないで涙、だから君は飛ぶんだどこまでも。そうだ、恐れないでみんなのために、愛と勇気だけが友達さ。ああ、アンパンマン、優しい君は、いけ、みんなの夢守るため、もう一回。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。たとえ、どんな出来が相手でも。ああ、アンパンマン、優しい君は、いけ、みんなの夢守るため、たんちゃん。はい、ありがとうございました。全然聞いてなかった。じゃあどうぞ。はい、お願いします。先ほど保養に来られたお母さんおっしゃってましたけども、本当に僕もこの1年この反原発の運動に、参加するようになって、本当に素晴らしい出会いをいっぱいいただきました。もうお母さんと全く同じ、意見です。本当に素晴らしい出会いをいっぱいいただきました。でもそれはですね、やっぱり私たちの歩んでいく方向がですね、またないね、希望にあふれてるから、そんなに素晴らしい出会いがあるんだということを私は今確信をしています。また会おうね、元気でね。本当に素晴らしい出会い、大切にしたいというふうに思っています。先輩たちのお話をね、会社の中ではそんなふうに今感じています。で、原発の再稼働に賛成の方の意見の中で、やっぱり電気料金が、要するに上がるということを、懸念されて、じゃあ原発再稼働ありかなという人が大勢おいでると思うんですけども、電気料金値上げの手紙が来ましたよね。私、前回の来た時も四国電力に確認したんです。原発を再稼働させたら電気料金は下がるんですか。前回のお手紙の時はですね、値上げの幅が下がるかもしれませんという回答でした。値上げの幅が何点何パーセント上がります、その幅が下がるかもしれませんという回答です。で、今回また来たんで、よく呼んでませんけども、またちょっと電話をしてみたら、下がらないんですよ。3号機を動かすために、安全対策がいろんなことをするために上げなくちゃいけない。で、下がるとすれば1、2号機が動いたら、動かすことができたらひょっとしたら下がるかもしれません。これが四国電力の会合なんですよ。だから決して原発を再稼働してもですね、電気料金は下がらないんです。それどころか福島を自己収束のために本当にどれだけのお金がこれから必要になるかわからない、私たちの生活に多分確実に影響があると思います。そのことをですね、やっぱしっかりと、僕が言ってもなんなんで、ぜひ、松山市民の皆さん、
はい、ご通行中の皆さん、四国電力に電話かけて聞いてみてください。再稼働してもですね、電気料金は下がりません。残念ながら下がりません。このことをですね、まずしっかりと、やっぱり山本さんは市民、それから愛媛県民の皆さんにしっかりとここを伝えていかなくちゃいけないと思いますよね。そういう、フリーライフスタイルで書きますんで、ぜひ確認をしていただきたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あと1人か2人ぐらい、もしよかったらお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。裸足の限界、閲覧制限という、ことがありました。大変憤っております。作者の、中田さんですが、亡くなった途端にこんな話が出てきたということもあるし、それ以外の要素もあったんでしょうけど、裸足の限の中にはその米軍の批判も天皇制の批判 もうバンバン出ておりますから、それは嫌だった人たちがいっぱいいるのは分かりますけど、でも今まで40年間子どもたちも読まれてきた現の話を絶対に、なくしてはいけないというふうに強く思っております。私の件は中田さんそのものだったと思うので、ご本人は亡くなっても漫画の中で永遠に生き続けてほしいし、子どもたちもそれをずっと見て勉強してほしいなと思っております。私はその件は永遠ですということで、頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。よかったら動画でも結構ですが、ぜひお願いします。さっきまた来年でっていうふうにちょっと挨拶したときにすごい思ったんですけど、本当にまた来年でっていうふうにこれ言っていいんだろうかなというか、すごい複雑な気持ちで、今そのやり取りをしたというか、やり取りを聞いたというか、そういう感じでちょっとだけど、いろんなやっぱり出会いがあって、でそういう中で、やっぱり作っていく仲間とかいうものが、やっぱり今の原発の状況だとか、今の世の中の現状を変えていく力になるんだろうなというふうにも思いますので、そういう意味で、やっぱりこれはいい出会いなんだなというふうに、思います。だけど、子どもたちのことを考えたら、また来年でっていうか、それはなんかすごい重たい言葉だなというふうに改めてちょっと思いながらですね、珍しくちょっと中に入れるその会場の中でいろんな議論に参加できる立場ではないので、会場前で、全国の仲間と一緒に、職場の課題含めて、外線というかね、ということでやってきました。で、福島の仲間も来ておりまして、今福島の現状とかもいろいろ熱く、語られてましたし、ここで何度か発言もしてますけど、診療所ですね、診療所を福島で今開設してやってますけども、そこの中心でやってる方が、優先仲間でいるということで、今の、小児がんが、増えたということも含めて、怒りの発言が起こりました。で、僕もですね、相方出身がある、愛媛の出身ということで、大議員といいますかね、その会場に来ている組合に対してですね、ぜひ、再稼働反対、原発反対、脱原発の運動をやろうということで、伝えてきました。届いたかどうかは分かりませんが、全国でもですね、組織としては動かなくても、こういうふうに個人で行動を起こしている方は、たくさんいると思うんですよ。で、そういった人とですね、やっぱり一緒にはできませんが、連帯してね、愛媛は愛媛で頑張るということでやりたいと思います。で、組合の中でその全国であったり、その四国であったり、今度自分の職場で大会があって、それに僕参加できるますので、去年の大会でも主人として行動をやろうということで伝えてきましたけども、今年もですね、こういう現状の中でぜひ、いかがでも遅くはないので、ぜひやろうということをまた伝えていきたいと思います。非常に、まだ、ご存知の方ですが、
日に日に拡大で悪くなってますけども、やはりこういった運動をやはり続けていくことがそれを止める力になるかどうと思います。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。力強いまとめ締めをしていただきありがとうございました。では最後にみんなで声を上げて、いきたいと思います。せーの、原発なくそう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 、再稼働反対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 、伊方原発今すぐ廃炉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 、再稼働はさせないぞ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 、4電は再稼働の申請をやめろ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 、4電は申請を取り下げろ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 、知事は再稼働を認めるな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 、伊方原発今すぐ廃炉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 、再稼働反対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 、原発なくそう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 、福島の子供を守ろう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 、子供の未来を守ろう、子供の未来を守ろう、世界の子供を守ろう、世界の子供を守ろう、原発労働者を守ろう、原発労働者を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、原発輸出をやめろ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 、伊方原発今すぐ廃炉、伊方原発今すぐ廃炉、再稼働はさせないぞ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 、原発なくそう、原発なくそう、再稼働反対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 、はい、どうも雨の中ご苦労様でした。終わるギリギリにもう一人また来てくれました。本当にありがとうございました。はい、じゃあ皆さんどうも本日の、金曜報道終わっていきたいと思います。また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。これカマにまたか、そこへ置いとってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。まだ配信つながってでしょうか、ちょっと今確認できてないんですけれども、つながってるものとして、はい、最後の挨拶です。時刻は2013年午後7時31分です。改めましてこんばんは、愛知県愛知県市民本の子です。以上をもちまして本日午後6時より行いました、原発再稼働への工事行動の模様、こちら愛媛県庁前からの中継を終わります。途中ですね、予報通りに雨、豪雨になりまして、ちょっと配信見づらいところあったかと思います。失礼いたしました。
アーカイブ取れてましたら、まあ、多分大丈夫と思うんですけども、この後アップしたいと思います。これからですね。今後の予定ですけども、ここで初出しですかね、日曜日ですね、8月25日日曜日、午後2時から、松山市総合コミュニティセンターで行われます、イベントがございますので、そちらの中継を行います。詳しい情報はこの後情報アップいたします。ちょっと今すいません、手元が押し込まれてないので確認できないので、すいません、後ですぐ上げますのでお待ちください。とりあえず中継の方は以上で終わりたいと思います。こちらの方も撤収したいと思います。ではまた次の中継の方よろしくお願いいたします。失礼します。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。